ああ、そういえばイベントのやつをやっていたのであった。こんにちは。寒いよ。ああ、こんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。浴場よしさんギフトありがとうございます。マイクトラウトさんもギフトありがとうございます。こんばんは。リュック様、リュック様こんばんは。リュック様こんばんは。あ、お弁当だったんです今日。お水は一口も飲んでおりません。私な、学校でお水飲まれへんねんな、なんでか分からんけど。一口とかしか飲まれへん。今日は一口も飲んでない。とといもんさんギフトありがとうございます。ひでさんもギフトありがとうございます。歯医者さんに行ってました今日は。そして文法を持って帰りました。で、数学の課題があります。今回はちゃんと課題です。で、英語は終わりましたので持って帰ってきました。んで、文法はまあ別にやらんでいい。え、もう文法終わりそうやねん。あの、今やってる範囲から 2,30 ページくらい、あの先のとこでもう終わってる。マジカネクキタルさんギフトありがとうございます。お弁当自作ですか。 いえ、お母さんが作ってくれてます。せいくんさんギフトありがとうございます。あれなんです、お母さんがあのサンドイッチ作ってくれてます。私が食べるの苦手なんで、なんか普通のお弁当よりもサンドイッチとかのが手軽やからいいねん、からそれがいいって言ってる。野原しのすけのすけさんギフトありがとうございます。こんにちは。学校楽しい楽しい。ボックスさんギフトありがとうございます。お洋服似合ってるよ。やってわーい。今日初めて来たこれ。ペロペロ。これで歯医者さんいた。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。もう制服のまま行こうか迷ってんけどさ、いやーどうしようと思ってちゃんと着替えました。もうどうせ配信で着替えるしなと思って。パンドネオンさんギフトありがとうございます。30日メンバー発表されてましたね。見ましたよ。黒島はツイートしてくれた、ポストしてくれてるのを見ました。めっちゃ社会って書いてる。どうしよう。ああ、社会のやつやってもうてる。技術って書いてる。ああ。これはよし白紙でーす。これにしましょう。よっこいしょ。こんにちは。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。ヒョンさんもギフトありがとうございます。30日でラストやと思うで。だって千秋楽まだ私もメンバー聞いてないけど、折り目になりそうじゃない。折り目はあれシオンさんとかおるからあれやけど、そう折り目になりそう。待ちかねふきたるさんギフトありがとうございます。あ、これは黒島の予想な。何も私も聞いてないから30日までしか聞いてないの。黒島って書いとこ。数学授業
学校は旅行派なんですね。そうなんです。まあ多いし荷物。ビショップパワーさんギフトありがとうございます。うん、そう、精子力は電くても全員集まりそうやけど、集まりそうやけれどもあれですよ。まあ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 出ないと思う。ありそうやけどな。特別してハロウィンコースなんかする？うん、すると思う。ハロウィン系のっていうわけではないけど、お話し会でどっちみちやるなんてコスプレするんで、もうハロウィンです。炊きたいから作文。え、うん、ほんまに。うまいで。ゴーシさんギフトありがとうございます。ワキさんもギフトありがとうございます。ま、こんにちはRC さんギフトありがとうございます。タッチさんもギフトありがとうございます。ヤングさんもギフトありがとうございます。最後の挨拶とかはみんな集まりそうじゃない？いや多分集まると思うねん。多分多分やで。知らん、私も聞いてないから。ほんまにほんまにあれなんです。30日までしか聞いてないんです知らないんですけど。授業用のノートに書きます。レベルが7に上がってたね。おもろい。バレた？マキコさんギフトありがとうございます。と問1、あ、説明や。説明しおりチャレンジ。あー、え、しおりチャレンジ24時間しおんチャレンジやんなの。7期生さんのやつ見てたで。アンジュさんが可愛かったよ。可愛かったよ。配信で見てたよ。可愛かったよ。もうもうやばかったよ。可愛かったよ。ヨッシーさんギフトありがとうございます。トミードスさんもギフトありがとうございます。そして45分から休憩公演が開演するんですよ。急がないと。 L 平行 M なので、 M じゃないわ、 L 平行 BEC なので B2 って言いそうやった。やばい。なんかさ、渡されたプリント見るときにさ、立ち位置表を見るときの癖で反対向きに持ってまうっていうのに気づいた。なんか今日あのなんか職業体験のね、やつがあったんですけど、もう聞いてほしいことがいっぱいあるのに時間がない。あったんですけどね、職業体験のやつがプリント配られたんですけど、反対向きに持って持って全部、しかも反対向きに持っちゃうんですよ。あー、くせやーと思って。りっちゃんさんギフトありがとうございます。五代子かわいいよな。123さんギフトありがとうございます。え、でもちゃんとあの数学やから真剣。こっちじゃないのは平行 L、 平行 M なので、L 平行 M なので、こっち見たら早いんか。平行 M なのでの同位角なので、ちょ今真剣にやるからちょっと待ってな職業体験で職業病を守る。もうもうなって思ってるとの同位角なので、え、ああ、それじゃないそれじゃないそれじゃない。ああ、でもこれか。EC やから違うんじゃない？ちょっと待って。の ちょっと待って。ゴーくんさんギフトありがとうございます。人間関係に限界を感じたとか、職業体験で人間関係に限界がある。どっから来たんや。錯覚なのね。え、
錯覚やったら、あれあれ、あ、錯覚、あったあったあった、びっくりした、あった錯覚なので、書くってこれ錯覚なので、書く D イコール、書く D が一番で、 L 平行 M、 M じゃない B2 って言いそうになる、同じ流れの同位角がどこ、これか、え、これやんな、同位角なの、どこの同位角なの、え、これで同位角でいいん、絶対良くないやん、いや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 、対角ではないねんな、絶対違う、絶対違う、絶対違う、何何何の関係でもなくない、え、錯覚かの錯覚か、これも錯覚、そんなことある、でも錯覚やもんな、錯覚は錯覚やな、錯覚か、錯覚なので C イコール角 E となりますが2番です、忘れてました、はい、直線なので直線なので角角 D角 A プラス角 E イコール180度、180度となります。で1から3より、じゃあ1から212より、角 A プラス角 B プラス角 C イコール180度となり、三角形の3つの内角の和でええやん、三角形の OK、 課題は終わったが、しかしやっといた方がいいような問題もやっとく、でももう時間やばいか、そう、証明です、まさきくんさんギフトありがとうございます、ひょんさんもギフトありがとうございます、レビーさんもギフトありがとうございます、各 A プラス B と等しいのはどこですか、角 A プラス B と式で表しなさい、式で表しなさい、めんどくさいこと言うな、図に表し、え、図にもやらなあかんの、図にもやらなあかんの、とりあえず終わるか、いやいやいや、やりたい、
やってしまいたいよ。筆箱こっちやった。トミーダスさんギフトありがとうございます。よし。頑張れ頑張れ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 。平行線を引きます。平行はこうやって。こうやって。ちょっと教科書を書きにくいな。私とさくちゃんとの距離も平行線。まあ平行じゃなかったら怒られるんですけどね。そんな、ね、曲線描いてたら全然あかんけど怒られても。と対角やからここが錯覚やんな。錯覚やからこれが D ダッシュになります。で同位角ですよね。同位角なのでここが A ダッシュになります。えでで、まきこさんギフトありがとうございます。まさきくんもギフトありがとうございます。えで何で同じってことでしょ。でで何 A だし B だし。え A プラス B と等しいのはどこですかって。えここですかここですかここですか。えここですか。ええここかここですか。ここですね。合ってんのかな合ってんのかな。ここですか。ここですか。そうですか。えでこれに式を立てると。えここここです。ここですけど。ここですけど何か。ここですけど何か。180マイナス式とは。式とは制服で宿題して特定する気満々やないか。やばいやばい急げ急げ。書く C がないもんな。あBCA でいいのか。え？でもこんなとこに書かんでもいいんじゃん。広角 A なんやからこっちに B いいんじゃない。何してんだよ何してんだよ。ここじゃなくてもできるじゃないかよ。ここですね。対頂角でとかでいいんじゃん。角BCA イコール角イコール角 A プラス角 B。 え
え、これじゃないんですか。これですよね。合ってますかね。合ってますかね。これでいいんでしょうか。これで良かったんでしょうか。よし、オッケー。持っていきます。文法やらんかったな、持って帰ったけど、まあいっか。あー、三角定規。明日も数学があります。よしさん、ギフトありがとうございます。よし、完璧。水、オッケー。ランキングを読みます。今日は秋季公演の時間が迫っているのでランキングを読みたいと思います。13位がまさきくん、ありがとうございます。12位がすまたんさん、ありがとうございます。12位 RC さん、ありがとうございます。10位かわきさん、ありがとうございます。かきって言った。9位がまきこさん、ありがとうございます。8位せいくんさん、ありがとうございます。3位じゃなくて、7位がマシカヌグキタルさん、ありがとうございます。6位マイクトラウトさん、ありがとうございます。5位が野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。4位がトミーダスさん、ありがとうございます。3位ヤスさん、ありがとうございます。2位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。1位ヨシさん、ありがとうございます。ありがとうございました。キュキ公演見ちゃっていいの？え、無理無理なんですけど。え、30日みんな来てな、来てな。黒島多分最後やで。いや多分千秋楽はさ集まるかもしやんけどさ、ちゃんと出るのはさ、ちゃんと出るのはさ、あのあれ最後かもしやんからさ、見といてな。あ、なぜか私も勉強した気分。そりゃよかった。まあ体調学とか聞いてるもんな、錯覚とか。みんなわかります？体調覚とか錯覚とか。めっちゃアピール、あのなんかなコメントはあってん。あー、夜勤どうにかしてくれない、部長って頼みに行く。甥っ子の大事な舞台なんですって言って、おるんか知らんけどおるんか知らんけど言うたらええねん。なら今後もそれで休めるから当たれば、うん、当たるよ。そうでな、でな、めいっ子、ああめいっ子おいっ子になってまためいっ子がって言うたらええねん。ツインカオタンさん、ギフトありがとうございます。あのな、今日な、学校でな、6時間目にな、あのな、職業体験のなやつがあって、知らんかったんけど、なんかあって、ああそうなんやと思って。ペンギンやからさ、担当が黒島の、だからなあれやね、詳しく聞かれたらばやつ。確かに。ゼーボーさん、ギフトありがとうございます。そうでな、あのペンギンが担当やからな、ペンギンの教室に行こうと思って行ったんよ。でな、あの黒島がね、リハの時間とですね、ちょっと若干かぶっておりまして、あ、やばい、どうしようと思って、でだからそれのなんかいつの何時に打ち合わせ行くみたいなやつを担任の先生に話して、なんか帰れるかを聞いてるみたいやねんな。で、そう、直宛さん、ギフトありがとうございます。なる兄さんもギフトありがとうございます。聞いてくれてるみたいで、でそういうのでな、あ、私この時間やばいかもしれへんみたいなのを、友達と2人しかおらんから、お花屋さんが、だから話してたんで、ペンギンのとこにな、打ち合わせって何時に終わるんって、その友達が聞きに行ってんよ。で、そう、20分くらいじゃんって言ってて、で私がその友達に話したいことあって、早急にだから友達呼びに行って小走りで、んならペンギン止めようって、あ、やばいと思って、でペンギンの方に行って喋っててんな、うん、そう、友達と喋っててん、ペンギンのとこに行って、ペンギンの前で喋んのちょっと嫌やから、あっちで喋ろうやって言ったら、なんかな、
あれやって、黒島話聞いてないから分からんから俺に聞かれたくないやなみたいなこと言い出して、ちげえよバカ聞いてるよ、ちゃんと聞いてるよ、聞いてるよっていう久しぶりのやりとりでした。聞いてるよ、聞いてるよちゃんとっていうのが楽しかったです。で今日は数学の前の授業の時にくまさんにパシられましたくまさんがなんか宇宙人の絵文字さんギフトありがとうございます、朝もギフトありがとうございます。なんかくまさんがな、あれ三角定規をな持っていこうと思ったらしいねんけど、三角定規をあの持っといてくれるって言って、で私は無言で引き取って思ってたら、友達がわパシラしてる、さくちゃんパシラしてる、やばいやん、削除パシラしてんでみたいな、クマやばいなみたいな感じで言ってたから面白かった、楽しかったです。ほんまペンギンこそショールームちゃんと見ときよな、ほんまによ。ペンギンはチェックしてないのに黒島は全部聞いてね。ほら縄手さんギフトありがとうございます。この前のダンス大会もペンギンしか見てなかったからな、他の先生に俺の踊ってんの見たって言って、見てないですって言った見てないですって言ったらクマさんめっちゃ笑ってた、すごいパワーワードやなペンギン先生しか見てなかったんですよ、ペンギンしか勝たんやなって言われたクマさんにめっちゃおもろいやん、クマさんペンギンしか勝たんやなって言われおもろい、なんかなボワンボワンしてたそうあのすれ違いざまにさ見てたって言われたから見てないですって言うて説明する間もなくめっちゃおもろかった、まあ、とりあえず楽しかったってことです。詳細はルームスのアクティビティに書くんで、バイバイ。あのなんか何以来やろ、プールのやつ以来かな、なんか増えたやったー、えめっちゃ先生ら仲いいで、ペンギンにもパシらされる未来が見える。あ、終わります。あれなんです、公演がね、休憩公演があるので終わります、バイバーイ。公演、新公演が始まりましたらですね、告知ルームスの方で新公演の練習をしてる、まだ振り入れ前の黒島の動画が見れるのですよね、喋れてない見れるので、ぜひ入ってない人はどんどん入ってくださいバイバーイ、バイバーイ、さよなら、ありがとうございました、バイバーイ。その前も書きます、バイバーイ。そルームスなんかプールの写真以来増えたさよなら、疲れた、バイバイ、さよなら。